加藤美優ウィンブルドンでポイツと組みまず出ないと言われました。全仏王、P 混合服で次第大開発 V 賞なりテニス大なり。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。テニスの全仏オープン、フランス。 パリ、レッドクレー、グランドスラム、ハヨーカ、混合ダブルス決勝が行われ、加藤ミユスポイツ、ドイツ、クミガビアンドレースク、カナダ・ビーナス・ニュージーランド、クミオ、4から66から40から6の逆転で破り両選手とも、キャリア初の次第大会初優勝を果たした。 試合後の会見で加藤はウィンブルドン、イギリス、ロンドン、芝、グランドスラムではポイツとはペアを組まないと明かしている。加藤が全仏オーブンの混合ダブルスに出場するのは今回が初。男子ダブルスで世界ランク24位のポイツとペアを組んでの出場となった。加藤は4日の女子ダブルス3回戦でエスソリベストルもスペインブズコバチェコ、クミド、 対戦したが第2セット途中で加藤がボールガールにボールをぶつけてしまい失格に。それでも翌5日に行われた混合ダブルス準々決勝ではル・ステファニー、ブラジルマトスブラジル、組を7から67から56から2のストレートで破り初のベスト4進出を決めている。この日の第1セット、加藤、ポイツ組は第1ゲームでブレークに成功。 しかし、第8ゲームでブレークバックを許すと4ゲームを練習され先行される。それでも、第2セット、第4、第8ゲームでブレークポイントをしのぐと、第9ゲームでブレークに成功。1セットオールとし、10ポイントマッチのマッチタイブレークにも連れ込むと、加藤、ポイツ組みがものにし、1時間35分の熱戦を制した。 加藤は今後もポイツとペアを組むか質問を受けると、ウィンブルドンに出ないか彼、れ、ポイツに聞いたんですけど出ないと言われました、とコメント。それに対しポイツは笑顔を交えつつ、すいません、僕はウィンブルドンに出ないんだ。ごめんね、ミユ。全米オープン、アメリカ、ニューヨーク、ハード、グランドスラムはあるかもしれないね、と答えている。 なお、昨年大会では W クールホフ、オランダ、と、ペアを組み第2シードとして出場した柴原が決勝でいうアイケリ、ノルウェックフリーゲン、ベルギー、組を下ろし、日本人として25年ぶりの優勝。加藤の優勝により、日本女子が同大会同種目を2連覇することとなった。テニス365ネット。